足ということで、笠間焼き体験の方に来ています。皆さん真剣なのでもう声をかけないように。幼稚園代表の松越さんです。真剣ですね。はい、このような感じで時計体験を取っております。だいぶ皆さん出来上がってきています。対策が続々とできています。すごいですね。しっかり使った。まあ、緊張しますよね。落としたら大変ですよ。増渕さんの巨大おちょこが。おちょこじゃないですね。ああ、ごめんなさい。このまま余計なこと言って、余計なこと言って、すいません。余計なこと言っちゃいました。やっぱり話しかけないように、皆さん集中してらっしゃる。大丈夫ですか。心もとない作品。いえいえいえ。自分が何を作りたいか分からない。できたものが作品。もう手のこう命じるままに、はい。手のままに。という感じで皆さん楽しんでもらってください。